やでも基本的には一つはやっぱりその村上春樹さんのその物語世界っていうものの普遍性だと思います。どこに行っても、まあ、やっぱりその村上春樹さんの原作のことは聞かれるし、村上春樹さんが一体この映画に対してどういう反応をしたのかっていうのは本当にみんな気にしているし、それだけ村上春樹さんの物語の世界っていうものはもうこういうものなんだっていうことがその世界中で、まあ、まず下地としてあるんだなっていうことをまず思いました。でそれをでも実際その村上春樹さんの小説をまあ、なんていうんですかね、ちゃんと演じるっていうことはものすごく難しいことだと思うんですけれども、その俳優の一人一人が、まあ、その村上春樹的な世界っていうものをちゃんと自分の中に取り込んでそれを表現してくれたっていう感覚があるので、その役者さんの素晴らしさっていうものが、まあ、それは海を越えて伝わったんだなっていうことをすごく嬉しく思ってます。